はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。遊戯王界最強のイケメン男子こと、クロノダイバーリダンです。さあ本日なんですが、クロノダイバーデッキをね、組んできたんでご紹介していきたいというふうに思っております。このデッキね、めちゃくちゃかっこよくて楽しいですね。クロノダイバーデッキ皆さん座ったことありますか？結構ね、書き物さ、いくつか言って、幻影レイドラプターズとかに入ってることが多いんで、見たことあるなっていう人もいるかもしれないんですけど、まあ、今回は、ほぼ準構築に寄せてあります。まあ、一応、レイドラプターズちょっとだけ入ってるんですけど、これね、やっぱあった方が展開が伸びるんですよね。なんですけど、これ入れすぎると、もう幻影レイドラプターズになっちゃうんで。なんで、まあ、今回はちょっとリダンとね、パーペチュアちゃん、そして、ダブルバレルさん、これを使いたくてデッキ組んできたんで、ある程度準構築に寄せてますっていう感じですね。で、クロノダイバーカードを中心に説明していくんですけども、賭けモンスターがね、今回入ってるのは全部で4種類ありまして、リューズ、そして、ベゼルシップ、レギュレーター、アジャスターとなってます。で、初動カードは、レギュレーターです。これが一番強い。まあ、これって結構レイドラプターズとかからも飛んでくるんで、知ってる人も多いかなと思うんですけども、自分のフィールド上にこのカード以外のモンスターが存在しない場合、こいつをリリースするとデッキからクロノダイバーモンスターを2体特殊にできるということで、1枚から2枚のカードを製造できると、まあ、アドバンテージを稼げる、まあ、レスキューラビットとかあんなイメージですよね。で、レギュレーターさんの効果で出してくるモンスターが基本的にはこのリューズと、アジャスターっていうモンスターになっています。で、リューズは特殊化に成功した場合にクロノダイバーカードを持ってこれるっていうことで、何でも持ってこれるんで、まあ、もちろんモンスターでもいいし、手札からクロノダイバーを出せるスタートアップでもいいし、それからトラップカード、まあ、トラップカードが僕がなってるんですけども、トラップカードでもいいという感じですね。で、アジャスターは特殊化に成功した場合に、クロノダイバーカードをデッキから墓地に送れるよっていう効果があるんで、これでベゼルシップを送ったらできますね。で、ベゼルシップはね、レイドラプターズのレイダーズウィングみたいな感じで、オーバーレイユニットを1つ使うと、墓地から蘇ってこれるっていう効果があるんですよ。だから一応エクシーズモンスターをどんどん増やしていけるみたいな感じになるんで、まあ、これをアジャスターで送ることになるかなっていう感じですね、基本的には。で、リューズも手札にある場合は素材を取り除いて出てこれるっていう効果があって、まあ、この辺のモンスターを使って、なるべくね、レベル4も盤面に並べていく感じになりますね。はい。で、もちろん、リダンといえばというところなんですけども、シェード・オブ・リカンダインがめっちゃ相性がいいので、まあ、3枚入ってるっていうことと、あとね、クロノダイバーのね、魔法トラップカードが結構強くて、意外と、まあ、リューズでね、全部サーチできるんですけど、まず、フライバック。これは、自分のフィールド上のクロノダイバーエクシーズモンスターを対象にとって、手札デッキからクロノダイバーカードを下に重ねることができると。だから、リダンの下に何でも重ねることができるんですよ。リダンって、皆さんよくご存知かもしれませんが、効果で、素材を取り除くことができるんですけども、モンスター魔法トラップカード、取り除いたカードの種類によって効果発動できるんですよね。モンスターは自分を、逃がすことができる。逃げる。はい。タイムスリップできると。で、魔法だったらデッキから1枚ドローするって効果。そしてトラップだったら相手の表側のカードを、デッキにバウンスできるって効果。この、魔法トラップを素材にした時の効果がかなり強いので、まあ、これを使っていくんですけども、なかなかね、相手のデッキトップを奪う場合、ランダムになるから、まあ、使える効果って限られてくるというか、まあ、ランダムだから、まあ、確定しないんですよね。だからそこを確定させてあげるべく、このフライバックが存在しているという感じですね。で、フライバックは1回使った後も効果発動できて、墓地のこのカードを除外すると、クロノダイバーエクシーズモンスターの、素材をね、相手の墓地からパクって供給できるっていう効果があるんで、まあ、これで相手の墓地の利用を阻害したり、まあ、こういうのは結構ね、強かったりしますね。まあ、一応、1、2の効果はいずれか1つですけど。で、こっちの、レトログラードは、トラップカード、魔法トラップカードが発動した場合に、その発動を無効にしながら、そのカードを下に重ねることができるっていう効果があるんですよ。だから、魔法カードを発動されることがかなり多いと思うんですけども、基本的には。これ、レトログラードでカウンタートラップで無効にして、相手の魔法カードをパクって、リダンの効果でドローに変えていくみたいなね。まあ、そんな感じの動きになりますね。はい。で、理想ムーブとしては、基本的にはレギュレーターが初手にあって、で、アジャスターとリューズを展開していって、で、もう一体ね、シェード・ブリガンダインとかが、ある。または、手札にリューズとか、あとそれからシンギング・レニアスとかでもいいんだけど、もう一体レベル4が展開できると、リダンプラス、パーペチュアっていう盤面になります。で、パーペチュアがね、結構強くて、自分が相手のスタンバイフェーズに、これの素材を1個取り除くと、パーペチュア以外の自分の墓地のクロノダイバーを特殊化できるということで、これでこのベゼルシップとかをね特殊召喚すると、ベゼルシップがまたこいつをリリースするとフリーチェーンで相手の墓地のモンスター、墓地のカードかをパクって素材にできるっていう効果あるから、これを使ったりとか、あとそれからこの2番の効果ですね、自分のフィールド上のエクシスモンスターにデッキがクロノダイバーカードを供給できるって効果あるから、これを使ってトラップカードを供給するっていうこともできます。リランの下にね。なんで、まあ、ここ2体を並べていくのがまあ基本的な動きかなっていう感じですよね、クロノダイバーの。まあ、出なくても最悪、追いのリダンができるんで、相手のデッキトップを見て、リダンで頑張るみたいなことができます。で、ランバーズ以外のレベル4が並びやすいので、未来竜王が入ってるっていうのと、あと展開力を上げるために、フォースストレックスが入ってるっていうのと、あとは汎用リンク、汎用エクシスモンスター、トルネードラゴンとか、それから、まあ、レイダーズナイトからの、アークリベリオンとか、が入っていて、で、ベスペネイトを重ねて貫通することもできるし、アーゼウスもできるみたいな。まあそんな感じですね。で、エクシスモンスターが並びやすいんで、一応、メガトンゲールが入ってます。まあ使いませんでしたけど、ほとんど。はい。早速ね、クロノダイバーの、スモールワールドめっちゃ強かったです。使ってみて。レギュレーターに結構初動頼っちゃうんで、レギュレーター、どのカードからでもゾンビーノを経由することによってたどり着けます。スモールワールドは。ちなみに怪獣モンスターしていきます、これ。一応。なので、スモールワールドはかなり相性が良かったので、まあ入れた方がいいかなっていう感じですね。はい。早速、このクロノダイバーデッキのね、かっこいい動かし方をご覧いただきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、行くぜ、工藤新一デッキ。通称、工藤新一デッキ。クロノダイバーレギュレーターを召喚。クロノダイバーレギュレーターのモンスター効果を発動。このモンスターをリリースすることにより、デッキからクロノダイバーモンスター2体を特殊召喚できる。クロノダイバーリューズと、クロノダイバー、アジャスター、そして、リューズの効果をチェーンし、そしてアジャスターの効果をチェーン2で発動。アジャスターは特殊召喚に成功した場合、デッキからクロノダイバーカードを1枚墓地に送ることができる。そして墓地に送るのはもちろんクロノダイバー、ベゼルチップ、そして手札に加えるのはクロノダイバーレトログラード。さらにレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、クロノダイバーパーペチュア。これリランからの方が良かったな、これ。まあ、いいや。クロノダイバーリューズの効果、オーバーレイユニットを1つ使い、リューズを特殊召喚し、あ、これ、リランのからの方が良かった。まあいいや。クロノダイバーベゼルシップのモンスター効果、クロノダイバーパーペチュアのオーバーレイユニットを1つ使い、自身を特殊召喚。そして、レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れろ、クロノダイバーリラン。これ完全に順番間違えましたね。これ先にリラン出すべきでした。すいませんでした。間違えたわ。まあいいや。クロノダイバーリランに素材を供給するクロノダイバーパーペチュアの効果。そして、クロノダイバーリランのモンスター効果、オーバーレイユニットを1つ取り除いた種類によって効果を発動。カードを1枚ドロー。ひょいー。はいはいはい、悪くないね。そしてクロノダイバーフライバックをセット、さらにレトロもセットし、ハカーナもセットし、これでターンを終了する。で、ちなみに今のところ、魔法カードを無効にする効果があるんだ。ちょっとこれ完全に間違えました。これパーペチュアで本当はね、あれなんですよね、何が入ったモンスターね。なるほど、モンスターかOK。 フライバックの効果でクロノダイバーに素材供給できるのと、パーペチュアの効果でクロノダイバーに素材供給できるんで、一応リダンがね、アルティメットリダンになります。クロノダイバーレトログラードの効果を発動。相手が発動したマジックトラップカードの効果を無効にし、そのカードこのカードの素材にする。クロノダイバーリダンに吸収。プルルルー素材がどんどん増えていくぜ。まあ、これでね、殴ってアーゼウスになると最強なんですけど。はい。一応ね。なるほど。クロノダイバー、パーペチュアのモンスター効果よりもこれ、フライバック先だな。クロノダイバー、フライバックの効果。クロノダイバーリダンに、デッキからクロノダイバーカードを供給。これにより、レトログラードを供給し、そして、クロノダイバーリダンのモンスター効果を発動。あんなモンスターほっといてもろくなことがない。取り除くのは魔法カード、そしてトラップカード、さらに魔法カード、そしてモンスターカード。うおー、全効果発動。相手のモンスターをデッキに戻し、そしてカードを1枚ドローすることができる。強すぎーあ、キット無効にできるわ。神ゲートライブリゲードキャラス、そしてキットの効果、どっちかだろうな。これハカーナの方がライヒハートとか入ってたらめんどくせえもんな。ライヒハートから展開伸ばされるとかはあるかもしれないから、一回ハカーナで相手のモンスターをしっかりめに除外して、よし、これで相手の動きはほぼ潰したはずだ。なんか妨害全部触ったな。よし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 、リダン戻ってこい。時を超えて戻ってくるぜ、クロノダイバーリダンは。そしてお前のデッキトップはいただいた。クロノダイバーリダンのモンスター効果、デッキトップいただきまーす。真実はいつも一つ、モンスターあんまりじゃないな。いや、ハーピーの羽防御先か。ハーピーの羽防御先だな。ハーピーの羽防御の効果を発動。相手のマジックトラップカードを破壊。バチコーン。あ、リボルト危ない。そしてクロノダイバーパペチュアの効果を発動。クロノダイバーパペチュアの効果により、クロノダイバーリダンに素材を供給。さらにこれはリボルト、これパクったら相手バウンスできるな。フライバックの墓地効果により、相手の墓地のカードをパクリ素材にする。お前のカードはいただいた。そしてクロノダイバーリダンのモンスター効果を発動。素材を取り除くことによって、取り除いたカードの種類によって効果を発動。相手のモンスターをバウンスし、さらにカードを1枚取ろう。そして自分の墓地で存在するクロノダイバーベゼルシップの効果を発動。クロノダイバーリダンのオーバーレイトを1つ使い、このモンスターを特殊召喚。そしてクロノダイバーレギュレーターを攻撃表示で召喚。レベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。現れろクロノダイバーダブルバレル。そして自分のうちのクロノダイバースタートアップの効果を発動。このカードをゲームから除外し、自分の持ちのクロノダイバーマジックトラップモンスターカードをクロノダイバーモンスターの下に素材にして供給する。うおー、吸収かっこいい。この盤面なんかかっこよくない？攻撃表示、バトルフェーズ行くぜ。いけパペチュア、そしてダブルバレル、さらにリダンでダイレクトアタック。うおー、この盤面エモすぎでしょ。これ多分まあもうちょいだって出せば多分なんかワンキル取れんだけどさ、あと1500だから。やっぱね、クロノダイバーってこういうデッキなんだよね。見せたいんだよ。でこれアーゼウス重ねたらガチでやばいアーゼウス爆発すんだけど6素材アーゼウスみたいなの爆発すんだけどさ、そんなことはしないよね。ああ、だって俺クロノダイバーデッキだし、あ、マンドロ入った、やったやったぜ。でクロノダイバーパーペチュアの効果も発動する。パーペチュアの効果によりクロノダイバーリダンに素材を供給。クロノダイバーレトログラードを供給。うおー、つえ。ちなみにクロノダイバーダブルバレルのモンスター効果は、まあ、発動する段階が来たら説明しよう。ケラスの効果な。いいだろう。まあ、とりあえず増殖する G は打つわ。増殖する G の効果。相手が特殊化成功した場合、カードをドローするという効果。そして、ケラスの効果を、これはバチコリと止めてあげれば問題はないですね。あー、ちょっとうるさい。さすがに完封してる。これさすがに完封できてる。あまりに強い。ちなみにケラスの効果発動するもんならしてみな。お、なんだ、なるほど。クロノダイバーダブルバレルのモンスター効果を発動。クロノダイバーダブルバベルはオーバーレイユニットを取り除いた数によって効果を発動できる。トラップカードを取り除いた場合、相手のモンスターの効果を無効にすることができる。つえー、最強つえー。ちなみにクロノダイバーアリダンのバウンス効果はまだ残っているぜ。はい、皆さん見ましたか、これがクロノダイバーですよ。レギュレーターあんのはいいが、やっぱね、このね、クロノダイバーとかいうデッキ、レギュレーターに頼りっきりなんですよ、基本的に展開が。まあ、他のね、テーマ、いろいろ入れればね、てかまあ、正直レベル4のモンスター並べれば別にクロノダイバー出るんで、わざわざクロノダイバー火球使う必要は、ぶっちゃけそんなにはないんですけどね。まあ、レギュレーターは結構強いですけどね。レギュレーターの初動としては、まあ、他の、だからね、結構ね、レイドラプターズとか、幻影好きな人だったら、多分、この、クロノダイバーレギュレーターっていうモンスターとリューズアジャスターベゼルシップは知ってるんじゃないかな。多分このベゼルシップっていうモンスターはその素材を取り除いて出てくれるっていうなんかレイダーズウィングみたいな効果があるから、多分結構知ってる人が多いと思うんですけど、こっからクロノダイバー展開をしてる人はあんまり見ないですよね。はい、まあ、今回はねほぼ準構築を歌っているんでクロノダイバーモンスターかなり入ってるんですけど、ちょっとだけねレイドラプターズ入れてるんですけど、もうちょいなんかレイドラプターズ要素を増やしたりランクアップマジックを入れるとどんどんレイドラプターズになっていくんです、このデッキははい、なのでクロノダイバー要素をなんかねガン抜きするとね、ガン抜きかクロノダイバー要素を薄めてランクアップマジックをどんどん入れて、なんかなんだろう、特殊召喚できるレベル4系をどんどん入れていくともうちょっと制圧力としては強くなりますね。はい、まあ、そのデッキはクロノダイバーとは呼ばないですけどね、幻影レイドラプターズと呼びますけどね基本的にはクロノ幻影クロノレイドラプターズみたいな感じのデッキ。はい、やばい、ガチヤバモンスター来た、ゲロヤバモンスターやばい、効果で破壊されず対象にならずモンスター効果を2回無効、強すぎワロタ、あまりに強い、最強のライオンホープレイ来た。まあ、クモクスあるんですけどねこれスモールワールドでサーチできるんで、クモクスくん入れました。クモクスくんはスモールワールドのなんかそのゾンビーノを経由すると出せるんですけど、ちょっと一回黙ってもらうか、あれ危ねえ、これクモクスなかったら絶対突破できるぞ、黙ってもらって、はい帰れはい帰れで、一応こっちセットしてからだな、増殖してちゃうかもしれないからで、レギュレーターはい召喚で、レギュレーターの効果を発動。ここ一応増殖中止って言われたときに、シェードブレイカーダイはチェーンして掃除すると、いけるんでね。一応1枚ドロー分浮くんで。はい。で、リューズ効果とアジャスター効果。さあどうする、怪獣1体で処られんのか、その最強モンスター。あ、どうしたまあでも、あんだけ強いモンスター立てたら普通は突破されませんけどね。効果で破壊されない、効果の対象にならない、モンスター効果2回無効ですよ強すぎるだろ普通に考えたら強いけど、それが突破できてしまうのがやっぱり怪獣とかいうモンスターのパワーってことですね。はい、時を飛ばして怪獣引っ張ってきたんで、太古の世界から、もう太古が見ないか知らんけど怪獣がいいの。とりあえずシェードブリガンダインの効果を発動。シェードブリガンダインの効果によって特殊召喚、そしてシェードブリガンダインのを素材にしクロノダイバーアリダンをエクシール召喚は、そしてクロノダイバーアリダンからのベゼルシップ、どっち送ったっけ俺、リダンの、素材を取り除いてクロノダイバーリューズを特殊召喚、そして、いけるわ。ベゼルシップ落ちてたわ。で、レベル4のモンスターが2体で、オーバーレイネットワーク構築。これはフォースストリックスだと、未来竜王いけるのか。これ展開伸びそうですね。ランク4、2体くらい簡単に並べれそうなんで、ちょっといきますか。レイドラッパーズ、フォースストリックス。そして、オーバーレイユニットを1つ使い、デッキから、闇属性超獣族レベル4モンスター1体を手札に加えることができるレイドラプターズ、進撃のレイニアス、そして自分の墓地に存在するクロノダイバーベゼルシップのモンスター効果、レイドラプターズフォースストリックスの素材を取り除き自身を特殊召喚、そしてレイズラプターズ、シンギングレニアスは特殊召喚でき、そしてレベル4のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。冥府の猛禽よ、その鋭き書き詰めで真実を暴き、栄光をもぎ取れ。エクシーズ召喚、レイズラプターズ、フォースストリックス。モンスター効果を発動。オーバーレイネットを1つ使い、デッキからレベル4超獣属闇属性モンスター1体を手札に加えることができる。そして同じランクでナンバーズ以外のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、現れよフューチャーナンバーゼロ、クロノダイバーホープ。そしてクロノダイバーホープの上に重ねてオーバーレイネットワークを再構築。エクシーズ召喚、現れよフューチャーナンバーゼロ、未来竜王ホープ。さらに自分のフィールド上に闇属性モンスターが存在する場合、レイドラプターズ、ストラングルレニアスは特殊召喚できる。さらに闇属性エクシーズモンスターを素材にしたエクシーズモンスターが存在する場合、レイドラプターズ、ストラングルレニアスのモンスター効果を発動。このモンスターの効果によりレイドラプターズ、シンギングレニアスを特殊召喚できる。ちなみにこの効果を発動した段、闇属性モンスターしか特殊召喚をすることはできない。そしてストラングルレニアスとシンギングレニアスでオーバーレイ、エクシーズ召喚、クロノダイバーパーペチュア。そしてクロノダイバーパーペチュアのモンスター効果を発動。クロノダイバーリダンを選択し、リダンに素材を供給。さらにクロノダイバーリダンのモンスター効果を発動。オーバーレイと2つ使い、ドローし、そして相手のカードデッキトップに戻す。返して絶望のデッキトップクモグス。7000しかない。これか殴ったら勝ちか。行くぜバトルベース。うわー、真実はいつも一つ。対戦ありがとうございました。かっこよくないこのデッキ。このデッキめっちゃかっこよくない？このデッキめちゃめちゃ楽しいわ。まあこうやってたまに事故るけどね、普通に初動が薄いからメガから一番初動がね、レギュレーターぐらいしかないんですよね。リューズも初動になってないし、アジャスターも初動になってないんで、結局レギュレーターがないと、動け。うわキモ、何このデッキエロキモじゃん。なんだこれ、エルドリッチか。またなんか制限回でエルドリッチなんか結構あーいけるわ。これはいける、これはいける。リューズ、アジャスター、リューズ召喚だな。でリューズ召喚効果発動。そしてリューズの効果によってクロノダイバーカードを1枚手札に加えながら、クロノダイバーアジャスターの効果も発動。クロノダイバーモンスターが特殊召喚に成功した場合、手札から特殊召喚をするという効果。リダン結構ね、逃げれるんで、なんか意外と相手の効果に強かったりするんですけどね、状況とかに。なんかフリーチェーンで飛べるんで、時を飛ばせるんで、ディアボロなんで。プッチシンプルなんで、実質。で、これはこうですね。一応ね、やられた時のために。セカード4枚何？セカード4枚何？デビリアンソング！これエクシーズできなくね？やばい。これ先読みスプライトメターみたいなカード飛んできた。やばっ、それスプライトデッキ対策するときに入れるカードじゃなかったっけこれ。やばい、ガン刺さりしてる。待って、ガン刺さりした。ガチでやるとない。デビランソングどうにかしてあげれば。無限包容あるか。無限包容でなんとかしよう。無限包容でなんとかしたいんだが、何その癖カード。なんか攻撃通るな。その癖カード何？やべえ、殴ったらいけるかこれ。相手がモンスターなんか出してくんねえから、無限包容が打てねえ。なんだあの癖カード。なんだあの癖カード。殴れば勝てるかこれ。でもシンギングレニアス打点引く。バトルフェーズ行くしかねえ。通れ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 取れ取れ。いやキモい。いや来た、ゲモキモいカード来た。ゲボキモカードきた。そういうデッキか。これ何で勝つんだ逆に。一生嫌がらせして勝つってこと。その3枚の伏せカード何ですか。あ、これ墓穴打てばいける。もしかしてこれ、もしかして墓穴打って、あ、これいけるぞこれ。クロノダイバースタートアップは速攻魔法なんで手札から打てるんで、これバトルフェル中にクロノダイバー増やせるんですよね一応。これはね、可能性を感じる。で1800、これ通ればいける。通る、よし。手札から速攻魔法、クロノダイバースタートアップを発動。クロノダイバースタートアップの効果によって手札からクロノダイバーモンスター1体を特殊召喚。現れろクロノダイバーレギュレーター、いけレギュレーターでダイレクトアタック一回も育成召喚できない。ああいただりー、鬼だるい、マジで鬼だるい。ガチでこれ何デッキだよこれ。遅延するの、うわー、いやでも、いやゲボキもいいけど、いやこれ無限包容で、いやこれまだいけるぞ無限包容で。いやいい、もういい、わかったわかった、もういいわ、それはいいわ、いい、いける。いやこれ無限包容でパキケを無効にしながらデビランソングを黙らせて、ほんでレギュレーターの効果通したいんだろ。いやこれ多分いけるぞ。いやこれはもらった、さすがにこれさすがにもらった。で無効でしょ、オッケー。でクロノダイバーレギュレーターを召喚し、クロノダイバーレギュレーターのモンスター効果を発動。自身をリリースし、デッキからクロノダイバーモンスターを2体特殊召喚できる。クロノダイバーリューズ、そしてクロノダイバーアジャスター、さらにリューズの効果、さらにアジャスターの効果を発動。これによって